すめ、おすすめですね。もうこれ超鉄板、もう鉄板系の鉄板ワードですね。もしあのブログで稼ぎたいとかなって、おすすめ系の記事っていうのを書いていないんだったら、もう今すぐに書いてくださいっていう、それぐらい最重要です。じゃあ、例えばなんですけど、おすすめ系の記事ってなんで重要かっていうのを、ここキーワードのニーズですね。このキーワードを調べる人が、まあ、どういうモチベーションでこの検索をしているか、まあ、そこまで踏み込んで解説しようと思うんですけど、じゃあ、例えばこの動画を見てる方が、じゃあ、2ヶ月後から、バックパックを背負って一人旅に行くとするじゃないですか。海外一人旅です。で、初めて海外一人旅ってなったら、まあ、結構緊張するし、あとなんか持ち物も何か分かんないみたいな。あと、そもそも、バッグとか持ってないから、なんか それも買わないとな、みたいな。まあ、いろんな準備ありますよね。で、最初にじゃあちょっとバックパック探してみようかな、みたいな。旅行用のバックパックですね。で、それを探す際に、まあ、どうやって調べるかっていうと、まあ、多分大半の人が、旅行、バックパックおすすめとか、あと旅、バックおすすめとか、まあ、多分こんな感じで、何か欲しいものをスペースおすすめみたいな。まあ、それで調べてみると思うんですね。まあ、なので、要するにどういうことかっていうと、何々スペースおすすめって、まあ、このキーワードで調べる人っていうのは、まあ、この分野の、いわゆる初心者なんですね。あまり知識がない人たち。だから、あまり知識がない人たちに、まあ、ちょっとあんま言葉良くないですけど、こういう、まあ、いわゆる情報にそこまで強くないそうですよね。その分野に関しては、まだちょっと初心者的な人。まあ、そこにうまくリーチさせることによって、記事でこうリーチすることによって、そこから収益を生みやすいっていう、まあ、こういう感じになってます。例えば、どんな感じで記事を書けばいいかっていうと、これ僕の具体例っていうのが概要欄に載せております。プログラミングスペースおすすめですね。この記事で正直僕月100万以上稼いでるんですけど、僕の記事を見ることで、あ、おすすめってこんな感じのこう、順序に書いていけばいいんだみたいな。だから記事を読みながら、ただ読むんじゃなくて、文章の構造っていうのをこう、理解してください。で、その構造を使ったまま、別分野で同じことをすればいいんですね。例えば、旅行用の、バックパックですね。これで、おすすめの記事を書きたいんだったら、まず僕のプログラミングスクールおすすめの記事を見るじゃないですか。で、あ、こういう構造になってるんだな、みたいな。じゃあ、それをバックパックに入れ替えてみようみたいな。まあ、これ横展開って言ったりするんですけど、横展開か。っていうふうに言ったりするんですけど、設定、横展開しておすすめ記事を書いていくみたいな。まあ、全業種、全分野で、まあ、ほぼ同じように横展開できるので、まあ、ぜひやってみてください。あと、一応参考までに、何々スペースおすすめの記事を書こうとしても、他のサイトと全然差別化できないみたいな、まあ、そういう悩みを抱えている人結構多いんですね。で、ここに関して一つアドバイスを言っておくと、他のサイトと仮に差別化できなかったとしても、もう全然一旦書いちゃって OK です。で、なんでかっていうと、もう書かないと確実に収益が生まれないからですね。だから、多くの人っていうのは、いや、この記事でキーワード書きたいけど、いや、もうなんか上位の競合が強すぎてもう無理だってなっちゃうんですね。で、無理だってなんかその、書く前に諦めちゃうと、もうその先絶対生まれないので、まあ、とりあえず一旦書いてみる。で、昔の僕もそうだったんですね。まあ、この記事書いても絶対勝てないな、みたいな。で、書いてみるんですか。で、そうすると意外とちょっと売れたりするんですよ。で、ちょっと売れるとモチベーション上がって、もっと頑張ろうみたいになってくるので、まず書いてみるっていう、これがすごい大切です。で、続いて二つ目が、比較のキーワードですね。僕のチャンネルは基本的に稼ぐというテーマにおいて発信をしています。で、もし今後収入を伸ばしたいとか、もっとなんか人生の難易度下げていきたいみたいな、まあ、そういう方がいたら、チャンネル登録しておいていただけると、もちろんその全部の動画を見ようとかっていう、そういう風に言うわけじゃなくて、この動画の内容ちょっと気になるなとか、この、なんていうんですか、内容って自分あんまり理解してなさそうだなみたいな、そういう動画が流れてきたら、ぜひ移動中とかで聞いてもらえると嬉しいです。で、聞いてもらいつつ、かつそのまま行動を実行していくと、多分収入とか、あと、まあ、会社で出世するとかもそうだと思うんですけど、またフリーランスとして独立して稼いでいくとか、まあ、そのあたりの知識っていうのはもう確実にこうアップデートされていくと思います。なので、もしよかったらチャンネル登録しておいてもらって、見ていただけると嬉しいです。